ただいまご紹介いただきました宮城県知事候補の佐藤正明です。よろしくお願いします。私はこの県知事選挙で人もやらなければいけない仕事を抱えました。それは被災者の医療費、介護費の免除措置、これを復活させるということです。私はこの立候補にあたって免除措置が打ち切られたということを聞きましたもんですから、宮城県議会でも全員一致で議決をいただいて、皆さんから署名を持って知事のところに行ってらっしゃる、ことごとくそれを拒否する知事だと。このまま放置すると、私は知っていて被災者の人たちの命健康を切り捨てることになりますので、私が今まで生きてきた40年の弁護士生活からすると全くの自分自身への裏切りと、こういうふうになりますものですから、立候補を決意させていただいて、住宅の問題もあるいは話されたかもしれませんし、今日おいでいただいた方々っていうのは、おそらく今後の県民、日本、世界に向けて哲学を話されている方々ということで、長野本さん、警備住職、鴨さん、それぞれご出席をいただいて、ぜひともお話をいただきたいということでお願いをいたしました。心よくお引き受けいただいたこと、心から感謝申し上げます。私は、原発の問題もありますし、それから被災者の住宅の問題、これから出るであろう防潮堤の問題、それからここの福祉、医療、教育、これが極めて低いという問題があります。そういう意味では、この宮城県、本当に課題が山積をしている、いうことなんですけれども、それを全部やはり引き受けてですね、前に進む、やはり知事を変えるということがこの県政にとって極めて重要だということで、皆さんとこういうふうにして、なんていうんですかね、知事をお願いしますってのをお願いするのは私初めてのような気がするんですけど、そうやってもこれを避けて通るわけにはいかないというふうに思いました。しかも子どもたちの未来、これはこの宮城県だけではないというふうに思いますけれども、医療の分野でも教育の分野でも、また子どもの将来を考えれば、また青年の、ね、今後の仕事どうなるんだということでも、極めて切実な問題がこの宮城県にあるということでありますので、その解決のために全力を挙げて努力をしたいというふうに考えております。被災者と県民が築くあったかい県政、冷たい県政からともかく転換をしてですね、県民に寄り添う県政を実現したいというふうに思っておりますので、どうぞご支持、ご支援のほどよろしくお願いします。